ハズレか。マジで分からんぞこれ。はいどうも、八幡のケンシロウです。岡健です。黒月です。今日は絆6台オール設定カンパバトル、カンパできるまで帰れませんやっていきたいと思います。はい、じゃあ最後の方でいきますよ。はい、めっちゃ多いんだけど。それでは掃除もできたことで早速行ってみましょう。せーの、はじまか。はい、ぐじゃんけん、ほい、ほい。こいつから行きます。私こいつ。反対側の角に行きます。はい。それじゃあ早速行っていきましょう。八幡メンバーのスロキさんのイエスロ倉庫で絆実践ですね。今回の企画ですね、設定を2人で当てていくんですけど、ランダム設定なんでね、当てたら1ポイントもらえると。当たればもうその台は2人とも打てなくなるということで、残りの台を打っていくって感じなんですけど、台移動は自由になってます。これちょっと分かんないなとかなったら隣行ってもいいし、隣同士での実践は避けようってことになってます。ポイントが多い人がもちろん勝ちなんですけど、負けた方が晩ご飯おごりって感じになってます。負けたくないね。相手の台の挙動もちらちら見つつ、自分の台設定推測していかなきゃですね。もし相手が設定当てた場合、相手が設定当たりましたよってことは教えてもらえるんですけど、その設定が何だったかまでは分かんないっていうことで、だからまあまあ難しいよね。もう一否定とかそういうのがないからね。あれはチャンス。いやなんか向こうはよく男女屋敷行ってるな。この胸乗り仕掛けて C 以上濃厚かな。とりあえず朝一 N になさそうなことが分かったからよかった。いやなんか先に当たり引かれたっぽい。なんせ今約180ゲーム、強チェリー巻物ゼロっすからね。おお巻物当たった。まだまだでございます。今状態ちょっと分かんなかったな。一色ならバジルスタイム、はい、ああ赤同色203ゲーム、さあ LED 黄色入るやろ。源之助同色だから巻物強チリ大歓迎。揃えちゃう。あーでもストックがある。とりあえず2連以上ですね。よしよし、いいんじゃないこれ、設定いいんじゃない。さあバジリスクタイム。あや初戦6対6、降格ないね。さあ2戦目、2つついてもいいんだよ。1つ、ジャックチェリーでもいいから引いてちょっとワクワクさせてよ。お、いけた、言ってたら。さあジャックチェリーからの発展、ジャックチェリーからの挑戦、降格ですね。さあ約70ゲームぐらい。はい、今ねちょっとねダブル狙いで滑ってくるとこ欲張ったら止まんなかった。これでワイルドアイズとか流れてくんないかな。ちょっと聞きたいだけ。さあこれで3戦目かな。1回ね同術揃いしたんでね、揃えてはないけど揃ってたんでね。いやこれホールだったら出だしめっちゃいいんじゃないの。赤同色1回、青同色1回。なんか BC がマンさんの台めちゃめちゃ軽い気がするんだけど、気のせいかな。おお途中で決着と。おベルの降格、いい継続率いいかな。まだ分かんないか。巻物、お巻物当たってんじゃない。でかい。お
お、巻物から当たってるね。マジリスクチャンス確定。あ、ここで気を滑る。初めての移植。赤、LED 赤い。お、まだまだベルの広角あるね。さあここで共通ベルだよ。5戦目の天然バトル、 LED 赤だったからね、高継続期待できるんだよこれ。さあ6対6、今ジャッケリ引いたからね、あるよ。ずっと AT だとあれなんだよね、カンパ要素が少ないんだよね。さあレア役巻物とチェリー広角だったけど当てれずと。お、6対4。さあ歌流れてたから安定の継続と。うわーだよねー。1027枚での終了と。いきまーす。絆ねー、やっぱりあれですね、イエスロだとちょっとねメダルが入りづらいんだよね。設定推測ってことで一応ジャックチェリー数えますけど、まあそういう勝負じゃないですよね多分ね。相手に勝ちゃいいってことなんで。おっと、ジャックチェリー2発で簡単に兆候、おそらくですけど大事になってくるのは自分の台の挙動ももちろんですけど、まあケンちゃんのねしっかり見逃さないようにっていうのと、自分の挙動を見せないようにですよね。一応このあのメダルも全部アルコールのシートで1回拭いてあります。でここ今倉庫なんで他の人は入れないようになってるんで。お、おーい、兆候でいただきましたね。3ゲームか。これねわざと揃えないでいきますよ、ケンちゃんがわからないように。お、赤、おお、オールベルじゃん、やべえ。削る6ゲームで当たって赤、4対4。絆広角なし、いや微妙だなこれ。あのイエスロなんでね、メダルエラー、ホッパーエラーしたら自分であの補給しなきゃいけないんで、ね、この補給のスピード、あの普通のホールじゃ絶対ない話ですけど、補給のスピードもね大事だと思うんで、ケンシロウ君に負けないために。ということで大鍵借りてきたんだけど、はい単発ってことは兆候外したってことですね、さっきのね。お、終わってすぐ2連発123。おお早い。あれこれ3ゲームで当たってるんで一発目の巻物っすね。はい、託しますよ。あの広角ボイスとかも確かにあるんだけど、はっきり言ってね設定カンパ的にそこまでって話なんで、あとねぶっちゃけ分かんないよ、6だってあんまりすぐ分かる台じゃないんだから絆なんか。いやー
これ辛そうだな。この兆候お、あー、え、これ当たったでしょう。でどうしようか、赤来い。あ、兆候だから別にあれか、両方あるか。お、当たるんじゃん。いやーマジかー、これ続かないでほしいな。わかんなくなっちゃうよ。これね、こんなタイミングで分かるわけねえっていう話なんですけど、外した時のね、ペナルティが結局プラス1000ゲームっていうことで、で、あとプラス1000ゲームしたところで、おそらくはっきり分かることなんてないんですよ。なんで、とりあえず早めのコールっていうことで、設定カンパ行きます。2だと思います。外れ外れ !OK!OK!、OK OK、はい、で、今ね、441ゲームなんで、こっからこっからプラス1000いきますよ。はい、2否定っていうのが1個もう情報になるんで、コールは早めに序盤はやってった方がいいんですよ、間違っててもね。いや、今600回転ちょっとで、まだ今日1回も強チェリー引いてない気がするな。引いたわ強チェリー。あれ、まだこれ天井10ゲーム前ぐらい。行くぞ。巻物、ようわからんな。天井じゃない巻物から3ゲーム目のコース。とりあえず液晶赤なんで、赤7なんで玄之介で青い色。嬉しくも考えてきます。 LED 白、まあでも入るんだけどね。ああ、サンベルはない、残念。ゼロでのコスト。まあ、2回目のバジリスクタイム。現状、バジリスクチャンスが4回。赤同色1回、青同色1回、異色もそれぞれ1回ずつ。全部1回ずつなんですよね。出場時のバジルスクチャンスからは2分の2でバジルスクタイムに入ってると。初当たりからストップを持ってきてくれてるのかな。ただ継続率でつながってただけなのか。まあどっちにしてもいい挙動だよね。さあ2戦目は4対4。お、巻物の広角がついてる。いやいや、こんなところで終わると思ってなかったよ。ああ、いいね。これはストック持ってたのかな。これ気持ちいいね。さあ巻物からのバジルスクチャンス、80ゲーム。青一色。20ゲーム。現状赤系が2回、青系が3回、バジルスクチャンスですね。いやー、設定推測難しい。さあ水槽20ゲーム上乗せも終了して、挿入何が出るかな。ジェリー、いや同色、青同色。さあ42ゲーム、これ青同色だけど結構強チェリーの後レア役引いてたから昇格してる可能性もなくはない。わかんない。でも青同色、まあいいことだよね。さあ、いきましょう。青寄りだよ。で、同色が3回。5かな。まだわかんないよね。さあ、4戦目、天然バトル。いや、負けるか。残念。579枚。4戦ですね。通常時が
バズリスクチャンス2回、それは2回ともバズリスクタイムにつながっていると。ただ2回ともモードが C かもしかしたら D とかいたかもみたいなところで当たってるからね。149ゲーム巻物からのバズリスクチャンス、わあ、もうどうぞってね。これね、これでいくよ。継続率から奇遇をはっきりさせていこうっていう。まあ当たってないとどうしようもないんだけどね。1200回転弱で青銅色3回目だからね。いやー強調率これ多分刺さったかね。通常値が3分の3、同色だけめちゃめちゃいいよね。3対5、9枚。ああ、これさ、このバジリスクタイム終わったらちょっともう5じゃないんですかって言ってみようかな。同色が強すぎる。単発も今のところはないと。共通ベル、共チェリーかな、共通ベルかな。えらい中、赤赤、あ、51ゲーム赤移植とチェリーの降格がついてますね。現状 BC が8回、赤同色1、青同色3、移植が共に2回ずつと。青移植、お見事です。あ、目を示すした。19回転、あ、いや、これ継続率 25% ではないよね。最低 33% だよね、これ多分。現状青頭 BC も先行してるってことで、奇数設定かなってところで、同色も9回中4回引いてるんですよね。いやー、5なんじゃないかな、これは。6戦目のバトル、さあ6戦目で終了と。さあちょっと一回家にメモ抜いてね、見てみましょうね。いやー、めちゃめちゃ青に寄ってる。3、5のどっちかでしょう。いや、この台約1400回転ちょっと回して5だと思いました聞こえちゃったよ聞こえちゃったよ。いや、まあまあいけるかなって思ったんで。当たりですか。ありがとうございます相手にヒントを与えちゃうっていうさあ、じゃあ遠ざかっていこうか、右隣に。バイブ付きの移植だからこれ確定だよね。ヒント欲しいな。わー、なんもない。4かな、4、なんか軽いし。単発、なるほど。いやー、やっぱこれ偶数臭いよな、この感じ。それか1だろ、この AT の伸びなさですよ。お昼行ってきます。ほらほら当たっちゃう。おい、えらい中赤。
まあね、BC 軽いのが6とかの特徴とかって言ってもこんな短時間じゃ分からんからな。アクター、おお、ちょっとやばい、盛り上がってしまった、完全勝利や。どうしたジジイ、ああ。中、バジリスクチャンス確定。右左だ。えらい、中。終わったー、千枚で終了、8連か。LED 緑でしたね、500人撃破、赤い色でしょ。これな、6なら入ってほしいとこだけど行かないんだよね。行くんかい、わからん。めちゃくちゃ引き強いね。1478ゲームで2回目の設定カンパコールができるんですけど、ちょっと待って、4ゲーム当たる表示赤ですか、緑、 LED 緑。まあね、これで BC15 回目ですけど、8対7っていうとっても微妙な状況、これは無理かな。はいはい、ダメ。あ、ちなみに弱中はぶっちぎりで6以上っすね。いやー、これコールすべきか微妙やな。悩みに悩み抜く満開点、しかし対照的に見切り倒すケンシロウであった。さあ、じゃあ2代目やっていきましょう。あれは1代目ね、あれ早い段階で同色がポンポン来てくれたからね。あ、高額スタートかな。1代目はね、ちょっと青より同色多め、ただそれだけでゴッて行ってみたんですけど、当たるもんだね。うわ、6や、6。え、あ、はい、10ゲーム朝一広角っぽかったところで当たる、はい、6。マジリックチャンス確定、ようやった、マジリックチャンス。赤同色っすね、謎同色6でしょ。違うか、どうせ6って言ったんだろ。え、どうせ6って言ったんだろ。 いきなり6なんてそんな分かんないんすよ。なんならいけますね。知らんでよ、ほんまそんなこと言っといて。知らないよ。いきなり謎同色引いたからって全部見てんだよ。そんな6分かるほど甘い台じゃないっすよ。さあ、ちょっとね、ここまでの状況を整理しましょうか。
とりあえずね聞こえちゃったっていうことで、本当はあの隠すはずだったんですけど、右にがね設定5だっていうことが分かっちゃったんで、カンパポイントはねリードされちゃったんですけど、この台をまずねしっかり判別して、でサクッと次も見抜いてっていうところでちょっと追い上げていきたいですね。この台しかしむずいな。あお10対9可能性はあると思ってますよ。設定1の2は違うって言われてるんで、内容がはっきり言ってあんま良くないんでね、なんか煮え切らない。ただ1というにはちょっと当たりが軽い、そこをどう捉えるかだよね。弱地に関してはまあ悪くなってます。はい、 41.9分の1。 なんだこの中途半端な。ってことはそれが設定じゃないの。2274ゲーム打ちました。最初これって言って違いますよと、かなりこうブリブリな感じになってるんですけど今、現時点での予想。外れかマジで分からんぞこれなんだよこいつ。はい、1000ゲーム追加いきます。おいしょく、おー当たってるやん。今のが82ゲームですね。さっきの BC が終わってから40ゲーム。さあ2回目の BC。 これさ、さっきのさ、あのリプレイ、あれダブル揃いだったらしい。おぼろでやんじゃなかっためっちゃビビっためっちゃビビって眼鏡めっちゃ曇った。ちょっと振動術そんな出方する、初めてだ。おぼろからの振動術。目標何個にしようかな。いや目標やっぱダブル揃いやな。やべ曇ってる。我が忍法解くと味わい。さあ行くよ。新動術チャンス。ベルいらんよ。いやベルいらんって。いやベル違うって。違う。さあ一個目。あジャックチェリー、ジャックチェリー。2個目。いやー早いよちょっとベル引くの。おーいいねー。はい、ダブル、気持ちいいさあ、いや目押しミスった。お前めっちゃ曇ってんだよこれ、見えねえんだよ赤。はい、何個目や、4個目かな。はいはいはい。さあこれで振動ずつ終了。1個目5個。さあ2個目。さあ振動術チャンス。この振動術 3回目やったことないんだよね。行こう。いや1ゲーム目ベルダメだって。いやいやいや、はい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 。
はいはいはい、はいはいはい、ちょっとさっきもバーでダブルだったから期待したよ今。さあ弱地、いや、まあまあベル引いてるよ。いや終わる、あ終わった。いや2回目すごかった、3個合計で8個かな。さあバジリスクタイム、バジリスクタイム、いや負けるか。22戦で終了、エンディングいかず。2500枚ですね。 BC が20回で、赤青6回、青赤9回、赤同色2回、青同色1回と強い挙動があるってわけでもないよね。多分2はないと思うんだよな、この感じ。若干青先行してる3、もしくは1。いやその1と3の違い、いやどっちも違うって可能性あるかもしんないけど、超高のジャクチェリーかな。うんうん、同速だからジャクチェか。ルイディアオか。いやー超広角で当たってもダメか。いやマンさんが移動してる。終わり、終わったよ、終わった、終わりましたよ。これでしょ、分かるかこんなもん。はい、じゃあ2台目さっさと終わらして帰るよ。2台はね分かったからね、あと4台、頑張ります。花火柄。さあ何、おい、広角やったな。おい、わあ全て揃った、帰りたい。9時なんですよ今、そろそろ当てに行かないと終われないんで。1000ゲームちょっと回して、赤4の青2、生ハネです。残ってる設定が1246、上か下かも全然はっきりしない状況なんで、1000回したら一緒っていうことで。何掘ってるの。はい、おお当たってしまった。すいません、なんか消しに行く系だったんですけど、これラッキーラッキー、よしあっち行こう、あっち行こう、角行くよ角。いやーちょっと1か3だと思うんだけど、若干青が先行してるっていうところで行ってみようかな。よし行こう、これ。ちょっとお二人よろしいですか。今日気温が6度、寒いからうちで泊まろうみたいな話してましたよね。ちょっと今二人の気持ちがなんかこうなーなーになってきてると思ったので、負けた方ここに泊まってもらいます。一人でですか。うちには泊まれません。ということで、さらに気を引き締め直して行っていただきましょう。死にません。ということで後半戦頑張って行ってまいりましょう。実戦スタート。はい、じゃあ最後いくよ。9時12分頑張ろう。すいません、こいつだけコイン不要機なんでメダル入れなくて済む。早いよ、だからさっきまでメダル補給とかもあったんでね。最後ここまで来たら割と簡単に残りの2台だから分かるやろっていう思うかもしんないけど、まあまあやべえ設定が残ってる気がします。でもあれだよね、やっぱ便利だけどさ、メダルあった方が臨場感はあるよね、イエスロでもね。
いやでもさ俺思うんだけど、そこにあれしないと思うんだよね。4の差を出しので1号の差を出しので、ここにはやっぱ6は分からせたくないからっていうので端真ん中にあったらねっていうことなんですよ。これだろ6、それっぽく、それっぽく動いてくれ。おお、花火からなんかやっぱちょっと出るとテンション上がるよね。ごめんそれだけです。嘘、俺初めて外したわ絆で。発展しないのも珍しい。おお、1だよこれ、これ11。これねどっちか6なんすよ。分かったよ分かったよ。だからねこれ多分2択やろ26の。いやーこっちだと思うんだけどな。バズったバズった。うん、おぼろ。あー333ゲーム、ほらやってるで。俺のが6だよ。はい、単発。なんか後ろでスタッフが酒飲み始めたんですけど。ひどい話だよ本当に。こっちは12時から延々打ってるだけだっていうのにね本当に。俺が逆でも酒飲みたいしいいけど、終わったらね、終わったら飲もう。当たるでしょこんなん。今おはてん食らったんですけど、これ1回前、まあちょっと機材トラブルで取れてなかったみたいなんで、ここから青い色でした。はい、あ、広角巻物で当たりかな。22ゲームバジルスクチャンス、赤い色 LED 青、あ当たってくれ。いやちょっときついね。あ、ニスル残念。いやでも定格っぽかったよね。赤同色、うわー、うわ揃えちゃう。さあ同日ぐらいからバジリスクタイム、このお題初ですね。え、何何から、チェリー、そうチェリーかな、ジャスケかな。水槽中、赤同色2回目。これはでも絶対同色になっちゃうもんね、ジャスケは。いや赤色よりってことしか分かんない。さあ1戦目は途中で決着。2戦目、おお、あ巻物引けず残念。いや3連437枚。うわ415巻物、赤同色、赤同色ね。今定格だよね多分、モードが分かんない。いやー同色3回目か。あーチャンス目から当たったかも。あ歌流れた。赤同色、6とかある、そんなことないよね。いやー、負けた、終わり、負けた。
実戦終了、お疲れ様でした。お疲れ様でした。勝ったー。あー、負けたー。6、6わかんないの、6打ってて。いや、わかんないっすわ。そう、あまり2回もしやがって。いきなりおはってきたからね。僕らの右往左往がひどいことになりましたね。設定6が最後まで触られなかったっていうのは、プロキシ船長料理に尽きる。そう。最初ね、こう並びがあるじゃない。はいはい、俺、真ん中に入れないって思っちゃったわけ。はい、なるほどね、はい。その逆なんですか。逆なんですよね。ですよね。完全にしてやられましたよ。本当に。見事に最初に座った3台、全部作る。みんなさ、だってこの1台目を赤走ってたんだからね。そう、ニヤニヤしてたから4連続赤で頭さっていう。で、その後もずっとダラ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 赤がちょいリード追いつく、ちょいリード追いつくみたいなんで、結局最終最後、まあ、なんかユニメモのデータ多分あのスクショ見せてもらうと思うんですけど、はい、結局青線香になってないですからね。30回も引いて、33回も引いて、それはね、3回も間違いますよね。お昼休憩の時に、一番分かりにくい設定なんだろうみたいな話があって、で、まあ、マウさんは、いや、これ3が一番分かんねえって言って本人が言ったんですよ。笑うしかない。もうね、だから、いろいろリアクションに困ったっていうね。いやー、今日ここ泊まりっすよ。一人でくっそ寒いからね。まさかのゴキブリやろ、死骸が。いやー、無理。ということで、はい、明日もやっていきましょう。はい、せーの、はい、始まった。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。